はい、ということでどうもこんにちは浩次ですということで本日も早速やっていきたいと思います本日は「真実の歴史編古代に栄えた巨大な王国」というテーマでやっていきたいと思います、えー、工学的視点からですね見た歴史の方をやっていきたいと思います、えー、かなり長編になると思いますのでよろしくお願いしますで前回のですね動画の説明の通り、えー、人類の歴史とは10人いれば10人といろごめんなさいこれ間違えましたね 十人十色の視点が生まれて事実ともいえる部分は多く含まれるんですが個人的見解の多くによって歴史観というものはですね各人の立場それから都合によって偏る場合があるということについてお話ししました一方ですね「骨玉の原理」とは人間が持っている心とは何かに対する最小単位を50個に区分してですねそれぞれに性能があることを解き明かした学問になります 現在は物質とは何かの研究の,です、ね、この究極の解明というものに近づいている時代といえます、えー、古代にはです、ね、その反対である精神とは何かを究極に解き明かした文明の方があったということをです、ね、神話として伝えているということになります、えー、世界各地で神話という物語が残っていますが今からですね8,000年前、し1万年前高浜原と呼ばれる高原地帯ですね チベットかヒマラヤ付近だと思われますけれどもその地帯においてですね心ととは何かについて研究がスタートしたと思われます実際にですね現在分かっている考古学的事実としてはまだあの明確な証拠っていうものは発見できていないんですけれどもかつてこの高原地帯においてですね陰陽阻語としてですね共通の言語の阻語があったというふうに位置づけられております。 この辺ですね、こう発症してったっていうかこの辺から発症してるんですよねはいで事実的検証っていうのはこれは考古学に譲るしかないんですけども、えー、高浜原というね高原地帯において発生したと思われる言語の研究をした集団っていうものはですねやがて大きな発見をすることになります人間の心が50個の性質を持っている 人間の心の内側をですね余すところなく発見して、えー、その末にですね50個の原理原則があることを発見したこの集団はですね中国大陸を越えて、えー、まいろいろ分離していくんですけどもまずですね1つの地点に到達することとになりますすそれがですね日本ということになります。 このことについてですね科学的見解からですねいろんな意義が出てくると思いますけれども一つの事実ね演疫法として見た場合ですね実際にこの五十音図を使用して保持して継承しているのは日本しかないというこの事実ですねこれを見るとそれがですね見えてくる納得のいくところだろうと思います、はい、でなぜ50個なのかこれはですね視聴者のの皆さんが実際に心の内側 のですね一つ一つを自分の心をですねちゃんと確認していくとですねそれ以上でもそれ以下でもないということが証明できるからなんですね証明できるはい、えー、これはですね骨盤のねあの研究をなさっていた小笠原さんの書いたものなんですけどもまあ人間のこの頭脳内のですね活動が言葉とですね共に活動してってえー 言葉をを発してててそれを耳で聞いい処理するっていうねこのすべての工程にですね五十音図が並べられていると。でこれはですね、カナ文字、カタカナ、ひらがなのねカナですね。これもまた神の名と言ってですね、そういうふうに名付けられたんですよということを言っております。で世界にはですね、あらゆる言語っていうものがあります。それはですね、同時に精神のですすねべての原理をね、備えたものは その言語を日本の方に保存してですねそれ以外の国の言語っていうのは他の役割ここ重要ですね他の役割をちゃんと分担するためのですね施策だったということもこれは後から分かってくることになりますで後々にです、ね、このことはお話しすることになると思いますはいさて日本にやってきた心をですね解き明かした集団その名を「ですね霊」例と書いて「これ火」と読みます火を知る人間として「ですね火知り」の集団と。 呼びました、えー、現在のですね科学が、えー、物質とは何かっていうものを解明するのにですね、まあ、実に数千年っていうものを要しています。まあ、錬金術とかねあの辺からこう物質主義が始まって、えー、素粒子とかねあのー、そういう物質とは何かっていうねあのー、もう究極にまで達しているのはですねまあ あの少なく考えただけでもですね。2000年ぐらいかかってるわけですね。で、もっと前のですね。あのそういった時代からですね。見ていくとまあ、3000年ぐらいはですね。あの、自分が計算しただけでもかかっていると。で数千年要したようにですね。この人間の心とは何かっていうこの研究もですね。まあ、数千年の時を要したことに違いないとで、またひしりとはですね。そのままひじりとも言います。で、耳と口の王様です。 古代にあったですね、精神文明っていうのは民の声をよく聞いて自らの口を持ってですね、まあ、道徳的な言葉をみこと乗りして世界を運営していた王様それがですねひしり、とということになりますえ。日本の皇室ではですね、えー、古事記日本書紀を継承してきて いますけれどもこの「古事記」や「日本書紀」っていうのはですねあのその前にあったとされるね仙台九字本義とかですねほ、えー、他のです、ね、古い文献をですね全部かき集めて、えー、間違いである部分をですね、えー、省いて編纂された形で、えー、まあ、天皇のですね進捗を受けてあのそういう処理をしてっていうことでですね大野康麿っていう人物が書いたことこれはまあ有名です。 で、でもう一つですね、この歴史を語る上でですね、必要となるのはですね竹内文献竹内文書というね、ものになりますで現在のですねあの、歴史学者のですね、見解によるとこの竹内文献っていうのは偽書扱いされてるんですねで骨玉学をです、ね、一度でもさっき言った通りですねあの50個のですね、心の内容を確認してから実はこの竹内文献を読んでいくとですねこの,あの内容っていうものがですね まあ、正確な記述をしている部分があるなというところがですね見えてくる見受けられるんですね。はい、で、えー、まあこのことをですねあの今ねあの口頭で説明するってなかなか難しいんですけども端的に説明しますと、えー、言霊学という心の学問というのは先ほどね50個の原理というふうに説明しました。で50個の精神内容っていうものが直接ですね何の概念も必要なくですね言葉でですね言い合わせられることができる。 っていうものはまあ、世界にですねこの日本語しかないという一つの真実があるわけですねでこの上でですね世界の宗教を見ていくとその心の内容がですねすべてこの50個の言霊の精神的内容の概念の表現している概念的表現ですねであることが見て取れるということになってくるわけですね 日本っていうのはその心をですね表現した場合にちゃんと50個の音で示すことができる世界の宗教を見るとそのことを比喩表現で言っているで何の比喩かというとそれが概念的比喩表現ということになってくるということですね。はいで、えー、まあこういうことがですね見ていくと竹内文献を見るとですね非常に辻褄の合うですね歴史観が内容が見えてくるということになるわけです。 まあ、例えばですけれども、ここにあの例を挙げますけれども、え仏教のですね32相という考え方がありますで。これはですね釈迦の姿の特徴をですね示したものなんですけれども、それをですね直接、実相の言葉で示したのが32死因、僕らが使っている32死因となります。死因というのは、あの母因と半母因ですね、と死因を除いた死因のことを言います。 はいいちょっと分かりにくいですねこれが「あおうえい」と書かれているここがえー、と母音ですね母音の部分ですねはいで「は、えー、母音」っていうのはですね「わおうえい」って書かれているこっちですね「あ行」「和行」ですねで「し音っていうね「親の音」と書いてねんで「音っていうのはこの「い」の段にありますねあの古事記ではこれはいざなぎいざなみっていうねところが受け持つんですけどもここはですね「し音としてあの この死因の中に数えられないわけですね親の音なんですね。はい、ということでここと、えー、ここをですね省いたこの中ですねこれはですね全部で32個の音と書いて32現象シーというふうに言います。はい、で仏教がですねいわゆる姿の特徴を示す概念表記ねあの釈迦の姿として概念表記して表されているものであるならば 日本語というのはこの32層というものを直接的な言葉一音一音で示される心の表現というふうになりますでまた仏教ではですねあのちゃんとしっかりですね方便それから比喩として例えられているという、ね、前提表記がありますけれども日本語というのは実相そのままを言葉に表したものでまた骨玉学の精神的な内容ですね図式として書いた場合、ね、このような形になりますはい ね、天津岩坂といいうふうにに言います、まあ、このよなな形になってるんですねでこれはですねちゃんとあの,あの骨盤まがを学んでいく人がですね後からちゃんと知ればいいことであって、まあ、一応こういうふうになってるんですよということなんですね。はい、で中国にはですね「八景」という考え方あります。ね、対局図っていう、まあ、皆さん見たことあると思うんですけどもその形がこちらです。はい、それがですねこれ八景の対局図なんですけども、まあ、全くもってですねこの通りの。 構造になっていいるということなんでですねでこちらはあやはりですね、えー、一音一音を、ね、言葉をもってして表すことができるものに対してはっ、えー、というのはですねこれは数字のですね概念的表記になっているわけですね、まあ。つまり骨玉が直接的言語表現とした場合対極図っていうのはその性質を数学的概念として表しているということになります。でまたこのことからですね陰陽という考え方ができてきます。 ね、陽とか陰とか書かか陰書れてます、ねはい、でこのお陰陽の考え方がさらにです、ね、伝わっていくとお陰陽道ということにもです、ね、発展していきましたよということが見て取れるわけですね。で、えー、旧約聖書ではですね初めに「神は天と地を創造された」というこの冒頭からですね「えー、埋めよ増えよ地に満ちよ」っていうね、えー、ところの部分があるんですけどもそこの部分までをですね、まあ、この流れで示しているわけです。 あの聖書っていうのはですね、えー、逆にですね数字的概念ではなくていわゆる実際のですねあの天と地、ね、朝と夕方みたいなねこういう表記なんです概念のねで、えー、その発見に示されるねこの,あの8つのねまあに日本で言うとこれはですねあの八封印っていうふうに言うんですけどもね、はい、それをですね何で表してるかというと星で表してるっていうね いわゆるこういう概念を持って、えー、例えば旧約聖書では表されてるんですよとで発見の方では数字として陰、ね、陽として表れてるんですよと、はい、こういう役割があるわけですねでまた新約聖書ヨハネの福音書冒頭にはですね初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったこの言葉は初はめに神とあったというふうに、ね、書かれております でえ、世界はですね、ただ一つの言語の時代があってそれからですね、ね、これれちょっと文字間違えました、ね、それから枝分かれしていったことが見て取れるということになってきます。で、またそれ以前のですね、神話もあります、例えばギリシャ神話ですね。で、ギリシャ神話にはですね、かつて黄金時代と呼ばれる時代があって人間はですね、神々と共に住み生きていたとで世の中は調和と平和に満ち溢れて争いも犯罪もなかったと。 あらゆる産物が自動的に生成されて、労働の必要もなかった。人間は不死ではないものの、不老長寿であったというふうに書かれております。はい。まあ、いずれにおけるですね、各地ね、世界中にある神話。これ、ほとんどですね、世界共通なんですね。で、何が共通かというと、元は平和であった。けれども、いつしか見られる時代に入ったというね。こういう物語で、えー、ね、各地相違ないんですね。こういう物語になってると。 でえー、それがですねそれぞれの見解によって解釈が違うとまた概念表記とか比喩の、ね、方法が違うとけれども言っている内容がですね全部同一のものを示しているっていうね、えー、ことになりますでまだまだ細かな部分っていうのはあるんですけども一旦ここでまとめたいと思いますはいかつて世界には平和な時代があったその時代には言語が統一されており調和と平和に満ち溢れ人は神と共に生きていたその神とは生命の普遍の法則の精神の真理の内容であり その法則の原理は全部で50個その50個の原理原則を実相そのままに表現された言葉が日本語でありその後に概念や数字として諸外国に伝わりその役割と言語の不一致性がそのまま民族言語の乱れとなり平和な社会が一変巨大な一つの国はバラバラになり散らばっていった要因となったはい、まあ、今からですね これは最低でも8000年以上前の出来事と思われています。ということで、えー、本日は以上になります。また次回をお,お楽しみください。